でさあ、その時に先輩がねうんあれあくびなんかしちゃってもう眠いのもう2時間もって昨日はもうちょっと話してたよ幼な,なじみなんだから長電話くらいいいでしょ子供の頃お泊まり会して一緒のベッドで寝るまでお話ししてたのにさ最近の君ちょっと冷たいよね 学校にも一人でさっさと行っちゃうし、お昼もさ、すぐ他の友達のところに行って、私を避けてる感じがするよ。寂しいなぁ。別に君と私って喧嘩したわけじゃないのにさ、距離を置く意味なくない昔みたいに仲良くしたいのになぁ。ねえ、ちゃんと聞いてる うんー、そんなに眠いのあ、そうだ、いいこと思いついた。こうやって、電話したままベッドに入ればいいんだよ。それで、どっちかが寝ちゃったら、相手が電話切って、そうそう、寝落ち通話ってやつ。やってみたいな子供の頃の再現も兼ねてさ。ね。 おうん、やった。じゃあ、横になって。私はあともう電気消すだけだよ。ほら、君も。うんうん。そっちも準備できたみたいだね。ええー、このまますぐ寝ちゃうのせっかくの初寝落ち通話なのに。釣れないな。じゃあ、私が君の睡眠をサポートしてあげようかな。 ほら、羊の数を数えると、よく眠れるって言うでしょ数えてあげるよ。幼児って、そういう暗示とか、催眠っていうのめちゃくちゃかかりやすいんじゃないかな。で、ああ、そっか。自覚あるはずないよね。テレビでやってた催眠術が、女子の間で話題になってた時があるんだよね。 で、その時に悪ふざけでクラスのみんなに催眠をかけたら、なんと君だけはかかっちゃったんだよ。<laughs> あの時の君面白くってさ。<laughs> 大丈夫大丈夫。ちょっと変顔させられただけで、そんなに心配しないで。ま、今はそれは置いといて。そういうわけで、君には有効だと思うんだよね。羊を数えるやつ。 そんなわけないってよーし。じゃあ勝負だね。私より先に寝ちゃったら君の負けだからね。行くよー。羊が一匹。羊が二匹。羊が三匹。勝負だからって。緊張しないでね。 羊が4匹。リラックス、リラックス。羊が5匹。羊が6匹。ふわふわの羊が。めー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 羊が7匹。呼吸ゆっくりになってきたね。 いい調子だよ。羊が8匹。寝ちゃいそういいんだよ。9匹。暗示にかかりやすいのだって。恥ずかしがらないでいいんだよ。10。君は純粋だって。 ってことだからね。九。君の長所。いいところだから。私の声に遠慮せずに、身を任せてね。八。力が抜けてくる。七。私の声で、気分が落ち着く。 六、私の声を聞くと安心する。五、私の言うことに身を委ねたくなる。四、この数字はね、君の意識。三、小さくなるほど 君は君自身の思考を失っていく。二。でも安心してね。それは一時的なもので、朝になればいつも通り。一。だから安心して、私の言う通りにしようね。ゼロ。 おはよう。今日はあったかいね。それじゃあ一緒に学校行こうか。えそうだけって、うん。寝ぼけてるの私と君は毎日一緒に登校してるじゃん。え思い出したまったく、そんなに忘れっぽかったっけその調子じゃ他に忘れ物とかしてるんじゃないの 一応確認だけど、お弁当は持ってる <laughs> 慌てないで。取りに帰らなくても大丈夫だよ。なんでって、持ってない方が普通だからだけど。だってほら、君のお昼は私と二人で私が作ったお弁当を食べてるでしょでしょ今日のはちょっと頑張ったんだから期待してていいよ。 あ、<laughs> それでね、味付けも変えてみたからさ。馴染みのない味がしても、不思議に思わないでね。うん、覚えといてね。あ、学校に着いちゃうね。教室に一緒に行くと君は恥ずかしがっちゃうんだよね。じゃあ、私はここで、ちょっと待ってるか。あ、でも、私がいないからって、約束破っちゃダメだよ。 私以外の女の子には、勝手に話しかけちゃダメ、なんだからね。わかってる今思い出したって顔してる。しっかりしてよ。そうそう。これも確認なんだけどさ、今日の夜もするからね。これも忘れちゃってる毎晩の寝落ち通話、だよ。ね。 はいはい。覚えてるならいいんだよ。じゃあ、そういうことでね。あ <laughs>、いたいた。おーい。ごめんね。せっかくのデートなのに。ちょっと遅れちゃった。まだ遊園地混む時間じゃないから許して。前から楽しみだったんだよね。二人でいつか行こうって話してたもんね。夢みたい。ん何話って なになにその感じだと重要そうな話なのかなやだやだやめてよ、そんな怖い顔するの。んー、じゃあどっか、二人になれる場所、私の家にでも行こうか。ね。さっき行ってきますって知ったばっかりなのにね。今お父さんもお母さんもいないから、上がって上がって。私の部屋こっちだよ。 で話って何かな怪しいこと何のこともう君が何言ってるか分かんないよ。催眠って何のことああ、女子の間で流行ってたテレビのやつ確か前話したっけ違うの私が毎晩何それ何のこと 証拠でもあるのうーん。録画してたんだね。内容的に、昨日のやつかな。女の子と目を合わせちゃダメ。私と二人っきりのところでは手を繋ぐ。明日はデート。<laughs> 間違いないね。証拠があるなら認めるよ。そうそう。 私はね、毎晩君に催眠術をかけてました。なんでそんなことをするのかって、言われてもなぁ、わかんないかなぁ。それに、そんなことよりも気にかけることがあるんじゃないのなんで催眠術のことを知ったのに、自分は言う通り待ち合わせ場所で待ってたんだろうとか、なんで二人になれる場所で、その辺のお店じゃなくて、 私の家を指定されたことに疑問を持てなかったんだろうとか。なんで逃げられなかったんだろうとか。動かないで。私は初めて君と寝落ち通話した。催眠をかけた日から。もう結構経つんだよ。その間、毎晩毎晩君の意識は、 私に好き勝手にされてたんだよ。気づいたところでもうそういうに決まってるじゃん。抵抗できなくするなんて。一番初めに徹底的にするに決まってるじゃん。ねえ、私のこと好き好きって言って <laughs> なんでこんなことするのか。不思議がってたよね。教えてあげるね。 あ違うか君の意識の奥の奥一番深いところに増え付けてあげるね毎晩やってることだから君も慣れっこだよねでも今日のはいつもとは少し違うよベッドにおいでお泊まり会一緒のベッド子供の頃の再現だね もう子供じゃなくなっちゃうけどね。